いつもありがとうございます。スピリチュアルカウンセラーのソラです。今回は視聴者の皆さんからいただいた質問に答えよって思ってるんやんか。たくさんの方から質問をいただいて本当嬉しかったんで、皆さん本当にありがとうね。感謝の気持ちでいっぱいなんで、本当ありがとう。今回動画でご紹介するのは8名の方。ね、この8名の方の質問に答えようって思ってるんやんか。で、まあ、他にもね、たくさん質問いただいてるんやけれども、他の方はコメントでね、お返事をしているんで、ほんで、そのコメントでお返事をする方と、この動画で説明する方、これ何が違うかって言ったら、これ特に意味がないんやんか。まあ、この8名の方は、お返事ね、これちょっと、話が長くなりそうで、もうね、ちゃんとこう説明できなさそうやったから、文章やったらね。だから、動画で説明しようって、こうやって判断したんやんか。で、コメントの方は、もうこの、コメント内で、こう、うまくこう説明できると、ね、ちゃんと伝わる。そういう風に判断したんで、コメントでお返事をしましたって、そういうことなんね。だからほら、なんかエコひいきしてるとか、何かほら、特別なんか理由があって実はみたいな。そんな何もないんでね。その辺はご理解いただければと思います。ね。じゃあ早速、質問に答えていくね。ちょっとね、この質問の内容をまずこう読ませてもらうね。お空の赤ちゃんとお父さんは繋がっていないのでしょうか？生まれてくる前にお父さんのことは観察できないのですか？私は男性です。ソラさんから聞くお話では、赤ちゃんとお母さんはつながっていて、とても微笑ましく羨ましいなって思ってしまいます。一方、お父さんは過去の動画で聞く限り、お母さんから紹介してもらわないと赤ちゃんはお父さんのことを知ることができないように思いました。お父さんは蚊帳の外なのでしょうか？お父さんだって赤ちゃんとつながりたいです。もしつながる方法があれば教えてください。それとも赤ちゃんとのつながりは神様から授かった女性だけの能力なのでしょうか？こういう質問なんやけれどもね。もうね、こう YouTube でよく言ってるけれども、赤ちゃんはママを選んでこの世にやってくるんやんか。だから神様も君のご縁のある、女性は、こうモニターがあるんやけれども、このモニターのにこう映ってる、大体、まあ、ここからここまでが君のご縁のある女性だよ。この中から誰をママに選びたいか決めなさいってね。神様もそうやって女性を紹介するんやんか。ね。それはほら、やっぱり、妊娠するんが女性っていうことね。女性のお腹に降りてくる。ね。だからね、女性を選ぶんやんか。ね。ほんで、女性のことしか観察しないやんか。あのママは、まあこういう性格、ね。こういうことが好きで、こういうお友達がいてとか、ね。こういうこと勉強してるんだとか、ね。だから、その、独身、既婚者もそれ関係なく、上の人たちっていうのはどん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 、そのママを選んでいくんやんか。それがもう早い人とかやったら、もう中学生、ね、中学生の女性に対して、その、お空の赤ちゃんってあの人をママに決めたって、どんどん選んでいくんやんか。ね。ほんで、その男性っていうのは、なんか蚊帳の外なのでしょうかって、これね、まあちょっと蚊帳の外かもしれへんよね。その、赤ちゃんは女性を選ぶからね。女性を選んで、ママを選んで、このようにやってくると。ね。ほんで、ママをほら、選ぶでしょ？ほんで、それ、もうこの人ママに決めたって神様に宣言したら、親子の契約が結ばれるんやんか？この、恋人同士で言うところの運命の赤い糸ってあるでしょ？エネルギーとエネルギーがこう繋がってしまうとね。そういうのも、その赤ちゃんとその女性、ね、ママとの間にも、その契約が結ばれるんやんか。その、エネルギーとエネルギーで結んでくれるの。ご縁を結ぶ。結んでくれるんやんか。これ男性には結ばれへんねんやんか。ね。ほんで、その、時々ね、その、赤ちゃんは、
あの男性は、僕は、その、例えば前世でお世話になったから、まだちょっと恩返しもできてないし、恩返ししに行きたいな。だから、あの人、女の人と付き合ってるわ。あの人と今結婚してるわって。ほんだら、あの女性のお腹に行こうって。ほんで、まあ、その男性、ね、その人になんか恩返しとかしようかなって。そういう風に最初から決めて、この世に来る子供たちも、まあまあそういうケースもいっぱいあるんやんか。でも結局、でもそうやって、あの人の男性のとこに会いに行こうって言っても結局ほら、ママを選ぶっていうことをしていかないといけないから、やっぱりそこには契約みたいなものは男性とは結ばれへんねやんか。ね。ほんで、その、お腹に降りてくるまでって、赤ちゃんたちはママの観察をするんやんか。その、モニターあるでしょ。モニターは、ママを映してるから、ママしか見ることができないんやんか。ただし、その、モニターっていうのは操作できるんやんか。簡単な操作ができて、その、360度こうやって、モニターを回転させることできるんやんか。だから、ママの360度の、景色、風景はね、見ることができるの。どんなお部屋に過ごしてるんかなとか、例えば職場で仕事してたらどういう仲間たちがおるんかなって、それね、操作して、見ることはできるんやんか。でね、上下はね、多少はね、上と下はね、動かすことはできるんやんか。ね、でも、なんか、こう、ぐるんぐるんはできんやんか。縦、上下に関してはね。ほんで、例えば、その、お家にいてて、で、その、パパね、旦那さんが、ママと同じ部屋にいてて、例えば喋ってるでしょ、で一緒にご飯食べたりとか、ほんなら、声が、モニターから声が聞こえるから、あ、パパ今そばにおるんやって、ほんでそれを操作、ね、そのモニターを操作して、ぐるーんって回って、あ、パパおった、みたいな感じで、そうやって観察することができるんやんか、ね。でも、基本的には女性が基本となってるから、女性の近くにいるんやったら、その男性のことも観察できますよって。例えば、ほんなら、ママがお家で、ね、お家にいます。んで、パパは、仕事に行ってます。ね、これ観察することできへんねやんか。ね、そのカメラ、そのモニターに映ってなかったら観察できないから。だから、まあなんかそういう意味では、契約も結ばれてないし、ママのそばにいないと、赤ちゃんはパパのことを見ることできません。ね。だから、まあ、蚊帳の外ですかって言ったら、そうですよねって、ね、こういう答えになってしまうやんね。んで、あとね、この質問にあった、お父さんだって赤ちゃんとつながりたいです。もしつながる方法があれば教えてくださいっていうことなんやけれども、これね、お空で待ってる赤ちゃんってママのことは見放題やけれども、パパのことはママのそばにいる時しか見ることができませんね。ほんならパパも赤ちゃんにアピールしたいんやったら、ママの女性のそばにおったらええんやんか。ね。ほんで、女性に、とにかく優しくして、んで、とにかく女性と会話を楽しんで、女性って会話大好きでしょ？でも男の人はたまにね、女性性の強い男性やったらおしゃべり好きやけれども、男性性が強い男性っておしゃべり苦手でしょ？ね。でも、そこはちゃんと女性に合わせて、他愛なような内容、ね。そういう内容のお話を楽しんで、んなら、女性だって、すごくほら、その会話、付き合ってくれるでしょ？女性はおしゃべりが好きやから。んで、そのね、会話っていうのはちゃんとね、お空の赤ちゃん聞いてくれてるから。それなんでかっていうと、女性のお腹、ね、お腹っていうか子宮やんね。子宮は、天国に繋がってるからね。だから、その、モニターも、その、ママの声も全部筒抜けやし、そばにいる、パパの声も全部聞こえるんやんか。ね。だから車の音とか同僚の声とかママのそばにいるんやったら全部天国の人たち聞こえてるっていうことよ。だからお空でね待っているその赤ちゃんね、そういう赤ちゃんとつながりたい男性ね、パパさんがいるんやったらもうとにかく女性のそばにいて、
ほんで、女性に優しく。女性に優しくしとったら、女性って機嫌よ。いろいろほら、喋ってくれるでしょ？喧嘩とか、なんかほら、なんか黙って、ね、なんかシーンとした雰囲気やったら、女性だってその嫌な気分になるでしょ？とにかく、その女性に嫌な気分をさせたらあかんということやから、ね、なんか違う部屋に行かれたら、もうほら、お空の赤ちゃんは、その、パパのこと見ることできへんでしょ？だから、同じね、空間で一緒に過ごそうって思ったら、女性に優しくしてください。んで、女性といっぱい喋ってください。んなら、その間は、男性もお空の赤ちゃんと繋がることができますよって、いわゆるなんかその、コミュニケーションみたいなね、ことももちろん、取れるやんね。んで、いいパパさん、いいパパさんやったね、優しそうなパパさんとか、ママを大切にしてくれるパパさんとか、ね、すごく男らしい、たくましい、強そうなパパさんってね、頼りがいがあるとかって、そういうね、姿を、ママのそばで見せておくでしょ。ほんなら、その赤ちゃんも、そのパパのことがやっぱ見たいでしょ。ね、興味ができるっていうことやから、みたいでしょ。ほんならね、お空の、赤ちゃんっていうのはね、ママにね、信号を置くんやか、パパのそばに、追ってとか、パパと喋ってとか、ね、こういう会話をしてとか、ほんなら、その会話をして、なんか情報を引き出そうとしたり、パパの情報をね。だからそうやって、信号もね、赤ちゃん送ってくるようになるから、とにかく、男性は、女性のそばにいて、とにかく優しくしながら、たくさん会話をしてあげてください。ね。そういう風にやったらね、つながることができるんで、このね、質問された方もそうやし、まあちょっとこの方がね、独身なんか既婚者なんかちょっと書いてないからわからないけれども、こうやって赤ちゃんとつながりたい、ね、このね、質問者さんと同じようにね、他の男性の方々もね、この赤ちゃんとつながりたいって言うんやったら、女性に優しくしてください。で、いっぱい喋ってください。ね、まあ、もうバンバンつながることができるんでね。でね、次の質問でね、次の質問は、動画を見て、神様の存在を信じるようになったら、霊の存在も信じて、夜寝るときとか怖くなってしまいました。怖がらなくても大丈夫でしょうか？こういうね、質問があったんやけれども、ね、まあ神様にね、こうやって関心持ってもらってね、こう興味持ってもらって、好き好きって思ってもらえたことはね、僕すごく嬉しいんでね、本当ありがとうね。いわゆるその、霊の存在を信じてしまってね、夜寝るときが怖くなったと。この霊ってまあ、いわゆるなんか浮遊霊みたいなことやね。これね、浮遊霊っていうのはね、いい浮遊霊と悪い浮遊霊があるんやんか。まあ、この言葉が正しいかどうかちょっとわからへんけどね。浮遊霊自体がよ、あかんからね。ちゃんと天国に帰らないといけないから。でもね、そのいい浮遊霊と、悪い浮遊霊がいてて、まあ、多くはいい浮遊霊ばっかりなんやんか。浮遊霊って、結構ね、人間のこと怖がってるし、それなんでかって言って、ほら、人間って、霊のこと怖がらせたりするでしょ？もうなんか、お化けやって言うだけで、なんか、あ、成仏とかって、お祓いしろとかって言って、なんか攻撃的にやってるでしょ？なんか、霊、なんも、そんな悪さもしてないのに、ただ、そうやって、たまたまそばにおるだけで、わ、お祓いやとか、って、うわ、怖い、気持ち悪いとか、やっぱね、霊もね、人間のことがね、怖くなっていくんやか？元々は普通に生きとったね、同じ人間やのに、そうやって、ね、姿が見えなくなっただけで、なんかね、なんか偉いもの見たみたいな感じで、ね、怖がって。だからね、霊はね、人間のこと怖がってるの。ね。でもね、その霊っていうのは、ほんとね、お花とか、ほら、道とか歩いたら人工的に植えてるお花とかあるでしょ？道路沿いとかよう植えてあるでしょ？あんなんね、見てね、浮遊霊たちってね、わ、綺麗って可愛いって、わ、こんなお花咲いてるとかって普通に見てるんやんか？人間と何も変われへんでしょ？ね。めっちゃ可愛らしいとこあるんやんか？ね。その、いい浮遊霊さんたちはね。んで、浮遊霊もこの世の中いっぱいおるから、気の合う？気の合わない浮遊霊同士は距離持ってるし、気合う浮遊霊は、やっぱね、常に一緒におるんやか？ほんで、友達って言ってるんやか？
その時代を超えて、なんか大昔の浮遊霊から現代の、ね、だから、例えばお侍さんの浮遊霊さんであっておるし、ギャルの浮遊霊だっておるし、キーさえ合えば、なんかこれ、私たち友達、僕たち友達とかって言ってるし、恋人ね、恋人にならへんって付き合わへんって言って、カップルになってる浮遊霊だっておるやんか。だから普通に、僕たちと何も変わらず過ごしてるんやんか。だからね、いい浮遊霊ってね、別に人間に危害加えるわけでないし、で、むしろほら、人間のこと怖がって、人間から距離取ろうとしてるし、で、家の中にたまたま入ってくる浮遊霊って、あれたまたま入ってきてしまったって、入ってきてしまったみたいな感じやから、なんか悪さしようと思ったから、そんなんではないからね。だから基本的に霊っていうのは怖がらなくていいから、何かと、例えばラップ音が鳴りましたとか、なんかこう、気配が感じましたって言っても、そんな怖がらなくてもいいから。たま、時々言うても性格悪い。生前からね、性格悪かった人間あるでしょ。そういう人が亡くなって浮遊霊になりました。性格悪い人がね、浮遊霊がね、いるんやったら、悪いことはしてくるかもしれないけれども、基本的にはそんな、何もせんかったら向こうも何もせえへんから、何かをするから何かをやられるっていうことやね。これ人間社会も一緒でしょね。何もこっち悪いことしてへんのに、喧嘩売られました。ほんなんやねんってね、やり返されるでしょ。それと一緒やから基本的には怖がらないでください。んで、ただしその霊能スポット、ね、霊能スポットと夜の神社、これはね、例外なんやんか。霊のスポットはもうわかるやんね。あそこはもうちょっと、やばい霊しかいないから、ああいうところまず行ってはいけません。ね。あそこはちょっと例外。で、夜の神社っていうのは、夜の神社って神様がもう不在やから、神様みんな、日が沈んだら天界変えてしまうから、不在になるでしょ。で、その浮遊霊っていうのは静かな場所を好むんやんか。さっき言ったように、人間を怖がってるから、なるべく人間がいない、ところに、だから山奥とか、夜の神社とか、夜の公園とか、人気がないとこあるでしょ？森とか林とか、ああいうところでね、暮らそうとするんやか？もちろん、生前街が好き、街でよう遊んどったんやんか、繁華街でよう遊んどったんやんかっていう、そういう連中は、またそれグループになって繁華街にはいるけれども、でもね、多くの浮遊霊っていうのはね、静かな場所好むから、夜の神社とか、山奥とかに、暮らすんやか。で、ちゃんとそこでね、その時代を超えて、いろんな霊が集まって、いわゆる村みたいなのを作るんやか。で、村みたいな感じでみんなで一緒に暮らしてるんやか。んで、やっぱり村、集団になってくると、長。ちゃんと長も出てくるんやか。なんかリーダーさんみたいなのがね。浮遊霊ってそんな社会なんやか。だから、基本的には、怖がらなくていいから、で、夜の神社と霊のスポットは別ですっていうだけね。で、夜の神社も、神様が不在ですって。ほんで、居心地がいい場所やから、いい浮遊霊も来るし、悪い浮遊霊もあそこ集まってくるんやんか。よっしゃよっしゃ、今や言うて。ね。ほんで、我が物顔で、いい浮遊霊を、おら、のけのけ、言うて、ね、やって、で、ちょっとそこで、日が昇るまでは、くつろいでるんやんか。だから、あそこはね、ちょっと、怖い霊がいるから、ああいうとこはちょっと、例外ですけれども、家の中で、ああ、なんか感じたなとか、ああいうのはもう何も怖くないから、もう、普通にしといて、ね。そういうふうにね、対処してもらったらいいんでね。ぜひね、もうこれからもね、神様は好きになってください。ね。で、こういうのを聞くとね、僕ほんと嬉しくなるんでね。僕神様のお仕事のお手伝いをしてるんでね。これ何を目的としてるかっていうと、神様の紹介をしてるからね。神様と仲良くなってもらいたいっていうことを目的として。だから神社も行ってほしいって。神様も神社来てくださいって、それをアピールしてくださいっていうことで僕この仕事してるから。ね、こういう話聞くとね、僕すごく嬉しくなってくるんでね。これからも仲良くしてあげてね。で、次の質問は、よく耳にする、内なる神様とはどのような存在なのでしょうか？自分にどのようなことをしてくれているのか？こういうね、質問があったんやけれども、内なる神様っていうのは、僕たちが、この世に来るときあるでしょ？ね。ちょっとさっき言った、ママを選んで、ね。ほんで、誰をママに、こう、しようかなとかって選ぶでしょ？ほんで、人生の目的とかいろいろ書かないといけないでしょ？ほんで、それにね、担当してくれる神様がおるやんか。自分のこと担当してくれる神様。ね。で、その神様が、僕たちがこの世に来るときに、
神様がね、自分の片割れを取り出して、これも一緒に持っていき、必ず役に立つからって言ってね、くれるんやんか、神様の片割れを。ね、あ、わかりましたって言って、それを受け取って、まあ僕たちの魂に装着するんやんか、ね。ほんで、この世に降りてくると。ママのお腹にこう降りてきて転生すると。ね。その、担当してくれた神様の片割れが、今も僕たちの中にはちゃんと居続けてくれてるんやか。要するに、その存在が内なる神様っていうこと。だから、あなたの中に神様が存在するんだよって、それは、神様がこの世に来るときに片割れをくれました。ね。で、それが魂に装着されてます。それのことなんやんか。んで、この人たちの、役割、何をしてくれてるかっていうと、内なる神様は僕たちに直感を与えてくれてるんやんか。あれをやりとか、あの人と喋りとか、スマホでちょっと情報検索してみとか、YouTube 見てみとか、あの本手に取って、あの本読んでみとか、そういうね、直感を与えてるんやんか。で、そう、なんでその直感を与えてるかっていうと、僕たちこの世に来るときに、人生の目的を書いたでしょ？あれをやりたい、これをやりたい、ね。書いたでしょ？で、そのね、人生の目的を叶えていくために、それに対して必要なことあるでしょ？それの情報とかスキルとか、それを、その人間に与えようとしてるんやんか？もうちょっとそろそろこのタイミングやったら、この人生の目的叶えていこうって思ったら、この勉強をしといた方がいいって、内なる神様が判断するでしょ？んなら、例えば、スマホ手に取らせて、ほんで、その、必要な、例えば資格とか、ね、そういうのを情報を与える。んで、あ、この資格、ええかも。これ勉強しといたら、自分が、目標があって、それに必ず役に立つって、ね、そういうふうにね、いわゆるね、操作っていう言い方したらちょっと変やけども、そうやって、ね、操作してくれてるんやんか、内なる神様が。人生の目的に対して必要な直感を与えてくれてる。それが内なる神様の、役割、仕事なんやんか。ほんで、それに対して守護霊がサポートしてくれてると。ね。例えば、直感で、あの本を、手に取りなさいと。ね。そこにはあなたが必要な情報が載ってるから、あれ、手に取りなさいって。ほんで、守護霊は何をしてるかっていうと、守護霊はその人間の頭をガシッて掴んで、あれを見なさいって、こうやってやるんやんか。あの本を見なさいとかってやってるんやんか。スマホね、内なる神様がスマホ手に取り、で YouTube 見入ってね、ほんなら YouTube であなたが必要な情報をちゃんとね、見せてあげるからってピピピピってやるでしょ。ほんな守護霊が何をするかって言ったら、人間の手をガシッと掴んで、そのスマホを手に取らせて、スマホをこう触らそうとするんやんか。んで、守護霊が横から、人間がこうやってスクロールしてるでしょ？こうやってやってるでしょ？ほんな守護霊が横からピッて止めるんやんか？で、その情報を見さそうとするんやんか？それが守護霊の、なんか役割みたいな感じなんやんか？内なる神様っていうのはそういう存在。ね。で、役割はその人生の目的に対してね、直感を与えてくれてるっていうことなんね。ほんで、次の、質問ね。次の質問はね、以前から思っていたことですが、私たちが天国、地獄に戻ったとき、生前会いたいと思っていた人と会うことはできますか？また、生前の記憶は残っているのですか？ね、こういう質問なんやけれども、このね、亡くなった人がいつか天国地獄に行くでしょ？これね、もう生前の記憶はちゃんと覚えてます。それが答えね。まあ、輪廻転生やるでしょ？輪廻転生でその時その時いろんな人生生きるでしょ？その記憶も全部覚えてるから。魂は。ね。ただそのほら、なんか古い記憶やったら思い出すに時間かかるとか、ああ、忘れとったって、ああ、そういえばあんなあったなとかってあるでしょ？ね。そういうのはあるよ。記憶が古くなっていくと。でもね、ちゃんとね、もう輪廻転生いくら繰り返しても、全部ね、その記憶、自分の持ってる記憶やから全部覚えてるから。ね。こういうことやったな、ああいう人と喋ったなとか全部覚えてるから。んでね、私たちが天国地獄に戻った時に、生前会いたいと思っていた人と会えますか？これはね、
これ何回かこの YouTube で説明してるんやけれども、天国っていうのは14階建てのマンションなんやんか。だから自分の霊格にあったフロアの、天国で暮らさないといけないの。だから1階の霊格の人は1階の天国で暮らすんやんか。ね。ほんで、2階の霊格の人は2階の天国で暮らさないといけないやんか。ね。1階の人が2階で暮らすんじゃないやんか。1階の人は1階に帰らなあかんの。ね。ほんで、自分がほんなら1階の天国の住人です。ね。ほんで、生前、ね、例えば、それが恋人であったり、夫婦であったり、友達であったり、ね、近しい存在、ね、そういうなんか運命的な、こう、ご縁を感じた、そういう人たちおるでしょ？そういう人たちであっても、霊格が違ったら、違うフロアで住まないといけないやんか？だから、たとえ夫婦やったとしても、霊格が違ったら、別々のフロアで住んでるから、これに会うことができません。ね。そういうことなんやんか。でね、例えば2階の、住人が1階に、あ、そういえば、あの子、1階に住んでるから、久しぶりに顔見に行こうかなとか、元気でやってるのかなって、どういうこと今楽しんでるのかなって、2階の人が1階、上の人が下やね。上の人が下に、そうやって遊びに行くっていうことは、割とね、頻繁にはできるんやんか。でもそんなにみんな頻繁には行けへんけどね。そういうのは結構自由が効くんやんか。ただし、1階の人が2階。ね。これは、神様の許可がないと行かれへんねやんか。だからそんな気軽には行かれへんねやんか。で、まあ、そこそこ特別な意味のある理由じゃないと、それは許可はおりません。んで、ちゃんとね、付き添いの、例えば、神様とか、ソウルメイトとか、そういう付き添いがないと、上の階には、見学には行かれへんねやんか。ね。そういう感じになってるから、霊格が違ったら、もう違うフロアに住んでるから、会いたいと思っても会えません。ね。まあ、連絡ぐらいは取れるよ。1階の人が2階と連絡ぐらいは取れるよ。ね。まあ、なんか電話的なことでね。向こうって天国で電話とか、そういう通信手段っていうのがあるからね。パソコンだってあるし、スマホだってあるから。そんなで連絡ぐらいは取れるから、なんか久しぶりに会いたいと思ってるんやんかってなんとかならへんとか、そういうね、連絡の手段はあるけれども、そんな気軽には会うことができませんっていうのが、この質問の答え。ね。だから、本当ね、自分が大切に思うね、人おるでしょ？あの人な、ほんまな、ええ人で、天国でも、きっと、いい場所に行くんやろなって、天国帰っても、この人と、またいつまでも仲良くいたいなってね、例えばそれが家族、恋人、ね、まあ、夫婦とか、お友達が、そういう存在いるでしょ？ね、本当にそういう人と天国に帰っても、一緒の生活、ね、一緒のところで生活したいと思うやったら、本当にね、その人と同じように霊格を上げていかないと、ね、天国に帰ったら別々のフロアっていうね、そのね、可能性ね、あるから、本当ね、そういう大切に思う人がおるんやったら、本当その人に近づけるようにね、こう、霊格を上げていきましょう。ね。ほんで次の質問ね、ちょっと長いよ。読んでいくね。私が近くの神社にお参りに行った時のことです。手作りされた階段を登っていくと、社日があるのですが、その階段の途中で、子ネズミの死骸を見つけ、踏まれてはいけないと片隅に埋め、また階段を登り、お参りしました。そして別の日、同じ神社で今度は、エビス様にお参りをしているとき、傘に雨粒が一度に落ちてくるような大きな音がしました。とてもびっくりして振り返ったほどです。この2個の出来事が気になり、ネットで調べていくうちに、神様に歓迎されていないのではという考えにたどり着きました。やはり、歓迎されていなかったのか、歓迎されていないのにお参りを、していたので、神様に嫌な思いをさせてしまったのか、ね、お詫びの仕方を教えてください。
そう、ずっと気になって、それ以来神社に行っていませんってね、ちょっとこう寂しいこと書いてるんやけれども、これね、大きなこの雨粒が一度に落ちてきて、大きな音がして、まあびっくりしたって、ね、まあ確かにそれびっくりするよね。でもね、その神様って、もう少年、少女のような、もう無邪気な存在なんやか、もう小学校低学年、ね、幼稚園児とか、ああいうね、すんごい無邪気な、一面があるんやんか。だから、神社に参拝に来るでしょ。で、まあ、ちょっとこの時代、ほら、神社に行く人も減ってきたでしょ。何かほら、初詣とか、何か特別なことがないとなかなかほら、行かなくなったでしょ。昔ってね、そんなことないでしょ。ね。ほら、遊ぶところとかね、遊園地とか昔ってあんなないから、繁華街とか。だから、まあ、行くって言ったら神社とかああいうところでみんな交流だってしとったし、ね、神様のことももっともっと熱心にね、そういう存在に親しみを持って、ね、そういう時代があったから、ね、参拝客はいっぱいおったけども、まあ、今はね、なかなかほら、神社に行く人も減ってきたでしょ。まあ、こうやってスピリチュアルブームって言っても、ブームって言っても、やっぱ神社って行けへんでしょ、みんな。ね。なんかこう、初詣とか、なんかそういう時じゃないといかへんでしょね。ほんで、神様はやっぱね、人間とフレンドリーに仲良しになりたいから、そうやって参拝に来てくれた神様嬉しいんやんかね。めっちゃ嬉しいの。それが、その観光スポットであっても、やっぱりね、神様って嬉しいんやんか毎日毎日人いっぱい来てるけども、毎日毎日神様興奮してるんやんか。わぁ、今日もいっぱい来てくれたとか、ね。それと、まぁ、ちょっと静かな神社やったら、その神様、わぁ、来た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 ってめっちゃ喜んでるんやんか。ほんなら神様ってね、歓迎の合図を送るんやんか。例えば、風を吹かして、ね、あ、いらっしゃいってやることだってあるし、どんぐりとか松ぼっくりとか、ボドンって落として、音立てたりとか、ね。そうやって、蝶々とか、なんか猫とか、ああいうのに憑依して、目の前に、姿を現せて、あ、いらっしゃいよ、来てくれたねって、めっちゃはしゃぐんやんか。んで、僕も参拝とかしてるでしょ。ほんならね、上からよう物落としてくるんやんか。ほんでね、びっくりさそうとするんやんか。お、びっくりしたってなるんやんか。んで、僕、最初の頃は、目閉じて参拝しとったの。ね、神様、まあ、来たでって、まあ、こんな、願い事叶えてやーとかって言って、目閉じて参拝しとったの、僕。ほんで、目閉じてるって結構無防備でしょ？結構こう集中してしまうでしょ？だから、そのね、急にそんなもの落とされたりしたら、僕もびっくりするんやんか、お、びっくりしたってなるんやんか、あれが嫌やから、もう神さんやめてとかって言っとったんやけども、それでも神さんは笑いながらニコニコ、面白がってるんやんか。んで、僕はもう、今はね、目閉じひんねんやんか。目閉じんかったら、無防備じゃないでしょ？結構、集中力が高まらへんでしょ？だから僕いつも目開けて参拝するんやんか。ほんなら、なんかいろんなところに意識向けることができてるから、神様がなんか例えば脅かしてきても、びっくりしなくなったんやんか。僕はそういう風にやってるんやんか。だから、神様ってそうやってね、なんかね、もう松ぼっくりとか、なんかなんか例えば雨粒とか、ああいうね、大きい音を立ててね、驚かせてね、楽しんでるんやんか。それは嬉しいから、わ、来てくれたって言ってね。だから、本当に神様ってね、本当無邪気やから、本当なんか遊んでることが多いんやんか？もうそれぐらい無邪気。もうね、僕のことを、神社おいで言って、ちょっと話あるから、これ YouTube で伝えてほしいことがあるから、来て来てとかって言うでしょ？この神様の仕事のお手伝いを通してね。ほんで、行ったらおらへんとか、ほんで、神様何しとったんとかって言ったら、他の神社遊びに行っとったとか、ね、ちょっと、虫捕まえに山行っとったとか、ほら、蝶々とか、カブトムシとか、ね、クワガタとか、ああいうのを捕まえに行っとったとか、ね、ちょっと海が見たくなったとか、海見に行っとったとか、隣の神社で今日祭りがあるから、祭り行っとったとか、ほんまね、そんな無邪気な存在なんやんか。だから無邪気な存在やからやることも、ちょっと言葉悪いけど幼稚なんやんか。わー、来た来た、嬉しいって思ったら脅かすんやんか。だから、まあ、このね、ご質問された方も、このね、びっくりした。んで、まあ、ちょっとネットで調べたら、そういうね、なんか悪いこと書いとったって言うけれども、これ神様の歓迎やから、神様ってね、人間に対してめっちゃフレンドリーで、めっちゃね、優しいんやんか。
何の意味もないのに、ましてや、なんかね、ネズミがしんどってちょっと埋めてあげたみたいな、こんなね、嬉しいこと、優しいことやってる人に対して、そんな神様なんてね、怒らへんねんやんか。むしろその、ああ、この子、ええ子やなーって、なんかちょっと知らせたろうって、本当私たちは感動してるんだよって知らせよって。でも、神様がやることってびっくりさせることやからね。だから、本当にね、まあちょっとこの質問された方に関しては、これはもう歓迎。やから、怖がらんとって。もうせっかくね、なんか神社行って、そうやってね、神様、にこうほら近づきたいと思って神社なこう今まで行ってきたと思うんやんかね。だからね、まあちょっとこれからも行って神社、このね、もうなんか寂しいこと書いてるからずっと気になって、それ以来神社行ってませんって。神社行ってくださいね。ほんで神様とフレンドリーに接してくださいね。それをね、神社に行ってほしいね。神様と仲良くなってもらいたい。それを目的にこの僕 YouTube やってるからね。ね。で、僕のこうやって YouTube 見てくれてるんやったら、ぜひ行ってください。ね。神様もね、あれなんよ。僕、別に、その、神様、神社行かんでも喋れるんやんか？いわゆるその、霊視を使ったら、天界の神様と喋れるんやんか？なんで、神社に行って、神社の神様からメッセージ受け取ってきたから、みんなに伝えるねって、神社に行ってって、ね。いかんでもいい神社に行ってるかっていうと、あれね、神様が神社を紹介してくれて、みんなに来てほしいから、だから神社に来て、神様のメッセージを受け取って、で、その内容を、伝えますって、その感じでやってくれって、これ神様に言われてるから、僕神社に行ってるんやか、わざわざ行ってるんやか、別に行かんでもええのに、ね。だから神社のことをアピールしてほしい。そして神様のこともアピールしてほしい、ね。だから僕神社とか神様とかって言ってるんやか。だからね、それ神様神社来てほしいのは神様願いやから、ぜひ、言ってくださいね。僕も神様も嬉しいんで、ぜひ言ってくださいね。ほんで次の、質問を答えるね。次の方はね、この方もちょっと長いよ。日本の神様は神話は本当にあった話なのですか？例えば、出雲の国譲りなどです。この神様本当にこんなことしたの？と違和感を感じる話もあります。次元の高い存在である神様がそんなひどいことをするのと、ソラさんの神様のお話を聞いていて、神様と実際に聞く神様のギャップを感じます。古事記はどこまで本当のことを書いているのでしょうか。気になります。特に出雲の国譲りや、神武天皇が大和を取る話は争いにしか聞こえない話なので、実は平和なお話だったよなんて期待もしています。こういうお話なんやけれども、これね、神様ね、まあ、ちょっとこの神様っていうのは争い、戦い、これねするんやんか。そういう一面も実は持ってるんやんか。ほんでこっちに転生ね、地球とか、転生するときに、その、まあ、戦いとかも実はやってるんやんか。人間時代にね、戦いはやってるの。ね。ほんで、だって、その、神様って基本的にもうしょっちゅう悪魔と戦ってるし、ほんで、僕たち人間とか、に対しては優しい表情で、にこやかな表情してるけれども、対悪魔とかになったら、もうね、すんごい怖い顔するんやんか。んで、神様っていうのは悪魔に対して、狩りをする。狩りをしたら、霊覚が上がるから、いっぱい狩りをするって、悪魔に対して狩りっていう言葉使うんやか？これちょっと怖いでしょ？ね。ちょっとイメージ違うでしょ？ね。僕が普段こう言ってる神様のイメージと、ね。ただそう、本当にね、悪い人たちに対しては、結構ね、徹底した感じになってるから、だから、このね、人間の時代があって、そこでちょっとまあ、いわゆるなんか争いをしてたとかっていうのは、それもね、まあ、あるんやんか。ね。ほんで、ただし、この、古事記とか、日本書紀とかあるでしょう。ね。この方は、その内容を違和感感じてるわけでしょ。まあ、実際神様って、まあ、ね、戦いはする。争いもする。ね。でも、この方は古事記、日本書紀はほんまかと。これね、その内容っていうのは、もうね、ほとんどがね、人間の都合のいいように書かれたものなんやんか。ね。
まあ、ちょっと多くはね、この YouTube では語れないけれども、このまあ日本書紀と、古事記はもう人間のね、もう都合のいいように書かれた内容。だから、この、例えばこの国譲りの中に登場する神様とかが、実際にそれをやったかって言ったら、それはどうなんでしょうかねって、ね、そんな、そういう話になるんやんか。だからもうだいぶね、話いじくってるから、例えば、ほんまはこの人物がやったのに、この人物がやったっていうことに差し替わってるとか、ね。実際神様は自分そんなことやってないでって、あの人がやったんやでって、それをなんかそうやって書かれてるんやんか、とかって。まあ、展開ってはそんな話あるからね。だからだいぶ人間がもう好きなようにあれもう書いてることやから、ね。だからね、ちょっとね、ほんと多くは言えないけれども、例えば、古事記とか日本書紀に神様のこといっぱい書いてるでしょ？ほんで、この神様はこういうことしましたってね、実際そんなことやってないこともいっぱいあるし、例えば、お神様って書かれてる神様も、実際天界に行ったらそれ女神様やったっていうこともあるし、ね、この古事記日本書紀の中にね、こう女神様って書いてて、実際ね、天界の神様、大神様ですってね、その辺もね、書いてること適当なことって結構多いんやんか。だからね、まあ、一つの何かほら、書物って言ったらいいんか、何かほら、なんか一つの本。本としてなんか、まあ、楽しんだらええと思うんやんか。なんか漫画本見るみたいな感じで、まあ、楽しんだらいいと思う。漫画ってほら、今はね、漫画とか見てても、本当にあったこと、出来事に、こう、ほら、寄せて、いろいろ漫画って書いてるでしょ？ね。まあ、ところどころは嘘の話も織り混ぜながら、話を大きくして、楽しい物語にしていってるでしょ？だからね、こういうね、昔のね、こういうものも、なんか一つのほら、漫画とか、ああいうね、なんか小説とか、あんな感じで楽しんだらええと思うんやか。まあ、実際、展開に変えたら、実はもう全然話、違うっていうことがほとんどやからね。だからそんな感じでね、受け取ってもらえたらって思うね。で、どうしても、ここの部分のこういうところが、知りたいと、どうしても納得、したいからって言うんやったら、もうちょっとね、あんまり多くは、この YouTube では言えないから、だからどうしてもっていうんやったら、鑑定で聞いて、もうそうやったらもう確実に答えてあげるから。僕鑑定やったら、その辺平気で答えてるからね、みんなにね。ぜひ鑑定にいらしてください。ほんでね、次の質問ね、この質問ちょっと長いよ。ちょっと、聞いてね。私は歴史が好きです。特に戦国時代、幕末時代が好きです。で、いつも疑問に思うので質問させてください。例えば、織田信長、彼は神になろうとした男として説明されています。彼は明智光秀に裏切りになり、道半ばで思いを遂げずに終わりますが、彼は神になったのでしょうか？いや、そもそも、神の生まれ変わりだったのでしょうか？これ、織田信長が、神様？今、神様として天国で暮らしてるんか？もうそもそも、織田信長っていうのは神様の生まれ変わりやったんかってね。ちょっとこのことを聞いてるね。ほんでね、そうやって思うと、他にも武田信玄、上杉謙信、毛利元成、徳川家康、豊臣秀吉、そうそうたる、名のある武将が、そういった明日まで生きるか死ぬかの戦国時代において、リーダーというのはそれなりのカリスマ性があったと思いますが、やはりそういった方は、人を引きつける力があるので、神様ないし、宇宙人の生まれ変わりだったりするのでしょうか。他のスピリチュアルの動画で、毛利元成は霊能力があったと言っていますが、どうなんでしょうか。これだって宇宙人の生まれ変わりだと考えれば納得いきます。で、幕末といえば、坂本龍馬、彼は本当に自分のことよりも新しい日本の夜明けのためにその、人生のすべてを費やして33歳の誕生日に暗殺され亡くなりました。
彼の人生そのものは本当にこの日本をゴロッと変えるきっかけになりました。こうやって、日本の行く末に影響のある彼こそ宇宙人か神様だったのでしょうか。以上いろいろ書かせてもらいましたが、このような歴史上の人物と宇宙人神様との関係は何かあるのでしょうか。あと卑弥呼はアマテラス様との説もありますが、どうだったのでしょうか。こういうね、質問なんやけれども、このね、ちょっと一部答えれないんが、卑弥呼はアマテラス様という説もありますが、これはね、もう申し訳ないけど、答えれません。どうしても知りたいんやったら、鑑定で聞いて、鑑定でやったら、確実にお答えできるんでね。これちょっと YouTube では言えないんでね。ほんで、この小田さんとか、明智光秀とかね、なんかほらほら、歴史上の人たちが、まあ、この方の質問で言うと、まあ、神様、生まれ変わり、もしくは、今、天国に帰って神様として、こう、活躍してるのかっていうね、この質問やんね。ほんで、宇宙人の生まれ変わりに関しては、これはまあ、高次元の宇宙人の生まれ変わりですかっていうことやと思うんやけれども、このまあ宇宙人の生まれ変わりっていうのは、その歴史上、こう、有名じゃない普通の人たちおるでしょ？そういう人たちも、まあ、輪廻転生をやってるから、もちろん地球にだって輪廻転生何回もしてるし、他の星々にも輪廻転生の旅をやってるから、宇宙人の生まれ変わりってそういうのもいっぱいいるんで、高次元の宇宙人の生まれ変わりが、この日本にやってきて、地球人として今、生まれて生きてる人がいてるけれども、だからといって別に、その有名じゃない人もいっぱいおるから、だからこれに関しては、もう宇宙人の生まれ変わりっていうのはみんながそうやから、これはね、ちょっと置いときましょう。ね。ほんで、まあ、ちょっといろいろね、確認したんやけれども、織田信長とか明智光秀、なんだ？武田信玄、上杉謙信、毛利元就、徳川家康、豊臣秀吉。僕ちょっとね、もう歴史って全然、わからないから、ちょっとね、なんか棒読み、名前棒読みになって申し訳ないけれども、これ確認してきました。これね、この人たちは、今ね、天国で人間の魂さんで過ごしてるわ。だから、神様の生まれ変わりでもなかったし、今現在も天国では、人間の魂さんで暮らしてる。ね。それが、答えです。まあ、多くの方がね、神様やから霊格が高い、人間やから霊格が低いとかって、そうやってね、思ってる方、すごく多いと思うけれども、まあ、どっちが上かどっちが下かってね、そんな別に関係ないんやんか。神様が偉いとかそんなことでもないし、神様の生まれ変わりやから、なんかすごいとか、なんか高貴な存在とか、なんか特別な神聖な存在って、そんなことじゃないんやんか。今僕の YouTube 見てもらってたらわかるけれども、ね、さっきもね、神社の話でね、神様幼稚とか、ね、まあ、いろいろ言ってるでしょ。ね。だから別に、神様の生まれ変わりで今たくさんね、この、まあ、地球上にもいっぱい来てるけども、だからといって何か、なんかすごいかって言われたら別に、何も、普通の、子供たちと何も変わらへんし、ね、だからって何か特別なことができるかって言ったらそういうわけじゃないやんか。で、さっきのお話で天国は14階建ての建物になってますよ。マンションになってますよって言ったでしょ。で、そのワンフロア、ワンフロア、ね、自分の霊格にあったところで暮らさないといけないでしょ。で、その天国で暮らさないといけないでしょ。で、そこにはやっぱり、例えば1階には、1階の霊格の神様だっておるし、人間の魂、ね、まあ、この地球人も含め、他の、星々のね、宇宙人さんたちも、その霊格、1階の霊格やったら1階にいてるでしょ。動物とか昆虫、お魚さんとか、鳥さんとか、そういうのが、自分の霊格にあったところで暮らさないといけないでしょ。ね。で、1階の神様、ね。ほんなら、例えば8階に人間の魂さんだっておるやんか。ということは、ちょっとこの言い方おかしいけれども、1階の神様よりも優れた人間の魂さんって存在してるってわけでしょ？ね。大体ね、まあ歴史上の、有名人いるでしょ？まあ今こうやってざっと言ったらその織田さんとかね、明智光秀とか、毛利元就とか、上杉さんとか、この辺ね、まあちょっとざっと見てきたんやけれども、この人たち今8階、
8階の天国の、住人やったわ。で、まあ、例えば、なんやろな、エジソンとか、なんか、ああいう有名どころいるでしょ？大体ね、今僕たちが知ってるような有名な、人たちおるでしょ？ね。そういう人たちってね、大体ね、8階にいてるわ。で、ああいう人たちはみんなね、人間の魂のまま、過ごしてて、人間の魂のまま、霊格上げようと、毎日ね、いろいろお勉強してるわ。ね。だから、もちろん僕たち人間の魂って、輪廻転生をして、神様の、神様意識に役割を変えていく、神様学校に通って、神様としてね、こう、次は役割を変えていくっていう、その、道を進んでいく魂さんもおるし、いや、もう自分は人間の魂としてどんどん霊格を上げていくんやって。まあ、人間の魂じゃないとできないこともいっぱいあるし、神様の、魂じゃないとできないこともいっぱいあるから、だから、一回にも神様やからどうのとかって、そんなことじゃないんでね。だから今ちょっとざっとこう見てきたんやけれども、その歴史上の僕たちが知ってるようなね、歴史上の人物いるでしょ？大体多くの人は人間の魂のままいてるわ。まあね、この、質問をこうしてくれた方のね、答えは、そんな感じになってます。ほんでね、次最後。最後の質問は、これね、僕一番、まあ、今回たくさん質問してくれたんやけども、これ僕一番、個人的に好きな質問やったんで、最後に紹介させてもらおうって思ったんやんか。じゃあちょっと読むね。うちの7歳の息子は、生まれる前は黄色い天使だったと言っています。面白いでしょ？ね。うちの7歳の息子は生まれる前は黄色い天使だったと言っています。ね。天使の生まれ変わりは地球で役目があるために生まれ変わったのでしょうか？天使は白いと思っていましたが、色天使もいるのでしょうか？ね。子供の妄想かなと思ったり、ざっくりでいいんで、教えてくださいと。ね。まあこういうね、質問をこういただいたんやけれども、これね、神様も天使さんも新人の頃は、白いお洋服なんやんか？んで、例えば神様は、新人さんはもう守護霊とか指導霊とか、あの辺が仕事になってくるんやんか？んで、だいぶこう経験積んでいくでしょ？ほんなら次はスキルを身につけようとするんやんか？例えば、金運の神様を目指したり、恋愛の神様を目指したり、水の神様を目指したり、自分が次どういう方向性で力をつけていきたいか、何を学んでいきたいかっていうことを自分で決めて、んで、例えば恋愛の神様を目指していこう。ほんなら恋愛の神様の元でいろいろ教えてもらうんやか、また勉強するんやか、そこで。ほんなら、そのね、恋愛の神様を目指したら、今度ね、お洋服がね、ピンクになるんやんか。ピンクもしくは赤の、お洋服に変わるんやんか。ほんで、水の神様を目指す人は、水色とか青の、お洋服に変わるんやんか。自然の神様やったら緑とか黄緑とか、金運の神様やったら黄色とか金色とか、お洋服が変わるんやんか。んで、もっとね、どんどんベテランになっていくでしょ、神様。ベテランになっていくと、もうね、服装ってね、もう、適当になっていくんやんか。金運の神様でも青いお洋服着てるし、恋愛の神様でも黄色いお洋服着てる。で、そうやってね、もう服装がね、自由になっていくんやんか。これ特に理由はないんやけれども、まあ、ベテランになればなるほどその辺適当になっていくだけだよってね、最初の頃はそうやってきっちりね、まあ、新人さんやからきっちりってやってるけども、まあ、ベテランさんになったらその辺は緩くなっていきますよって、まあ、そういう理由なんやか。んで、この天使さんも最初の天使学校を卒業して、最初の段階は新人の間は、白いお洋服なんやか。んで、まあ、この白いお洋服っていうイメージがね、すごく、皆さんね、多くの方がせて印象を持ってるでしょ。これも新人の、存在、天使さんということ。んで、天使も、神様の
お使いをするようになるんやか。ちょっとほら、成長してくると、神様のお使いをするようになるの。で、天国の神様とか天国の人々、ね、動物とか昆虫のために、こうなんか働きかけ、なんかサポートとかするんやか。ほんで、中にはこうやって例えば地球とかいろんな星に行って、神様のお使いとして、人間とかのサポートをしてるんやんか。んで、それがね、神様のお使い。これね、金運の神様のお使いをするんやったら、その天使さんも黄色いお洋服になるんやんか。ね。こうやってね、色分けするんやんか、神様とかって、神聖な存在って。恋愛の神様のお使いで来るんやったら、お使いをするんやったら、ピンクのお洋服になるんやか、もしくは赤になるんやんか、ね。水の神様のお使いをしてるんやったら、その天使さんがね。なのね、青いとか、水色とかのお洋服になるんやんか。ほんで、天使さんももうベテランになってくると、服装適当になっていきますよってね。やっぱ流れは同じなんやんか。だから、このね、7歳の、息子が、生まれる前、黄色い天使だったって言っています。これね、本当なんやんか。だから信じてあげて。だから、あ、そうなんや、すごいなーって言ってあげて。ね。いや、あんた何言っとんねんみたいなことは言わんといてあげてね。だから、まあ、この子は、まあ、この子がね、まあ、これちょっと個人的に霊視しないと、本当に黄色い天使やったかっていうね、確認は、ちょっとこの YouTube ではできないけれども、ね。ちょっと個人的に霊視しないとね。だからこの子がね、黄色い天使だったよって言ってるんやったら、この子は、この生まれる前、金運の、神様のお使いを、お手伝いをしてましたって、だから黄色いお洋服を着てましたって、そういうことなんやんか。んで、天使の生まれ変わりは地球で役目があるために生まれ変わったんですかって、これはね、もう神様の生まれ変わりも、高次元の宇宙人さんの生まれ変わりも、こうやって、ほら、地球に来てくれてるでしょ？天使の生まれ変わりも、これ何をしに来てるかって言ったら、その、次元上昇のお手伝いをするため。な、次元上昇のお手伝いをするためって、うっとこの息子って、なんか偉いことしに来たんやなって思うでしょ？でもね、何かほら、歴史上名を残すような、何か、すごい偉大なことやりに来たとかって、そんなことじゃないんやか？その、自分の周り、自分の周りにいる人たちを幸せにする。だからそのために、なんかこう、ほら、もういつもこう笑顔を振りまいてみんなを楽しくしてあげたいとか困ってる人がおったら助けてあげるとかね、そういうのがね、自分の周りの人のことを幸せにする、それを神様にやってきてくださいってね、そういう人たちがいっぱいおったら世の中幸せになっていくでしょね。たった一人だけ天使の生まれ変わりがポツンって生まれてきても、その自分の周りだけしか幸せにならへんでしょ？ね。だから今大量に次元上昇のために、ね。その人間の意識をね、もっともっと高めていくために、優しい人とか、愛の溢れた人たちを増やしていくために、今いっぱい大量に、この世にそういう存在が来てくれてますって、ね。だからこの息子さんも神様に言われて、次元、あなたも君も、多くの一人として次元上昇のために地球に行ってきてくれと、ほんで愛をいっぱい渡してきて、いっぱい楽しませてきてあげて、いっぱい優しくしてあげてって、ほんでいっぱいいい人を増やしてあげてくださいって、それをお願いされて、だから使命やね、使命で来てるっていうことね。で、ちなみに僕はこの神様のお仕事のお手伝いをなんでしてるかっていうと、こういうね、この、質問された、7歳の息子さんとかね、こういう生まれ変わりの子たちが今いっぱい来てるでしょ？それを僕みたいな存在でしょ？僕以外のこう霊能力者さんとかね、こう神様の話してる人たちとかおるでしょ？そういう存在が先行してこうやって仕事をしてるんやんか？んで、こういう生まれ変わりの子たちが住みやすい地球を僕たちが先行して作ってるの。で、このね、今こうやって子供たちがいっぱいこう来てるでしょ。で、その子たちが住みやすくなって、よりそういう
神様のお手伝いがやりやすい環境を僕たちが作ってるっていうことね。僕の立ち位置はそんな感じなんやんか。僕もなんでこうやって神様のお仕事のお手伝いをやってるかね。スピリチュアルカウンセラー以外にこうやって YouTube でね、神様のお仕事のお手伝いをやってるかっていう理由は、そういう子たちのために先行して地球を良くしていってますって、そういうことになるね。だからね、このね、質問された方ね、息子さんは天使の生まれ変わりです、これからはそういう感じで接してあげてね、まあいろいろ聞いてあげ、喜ぶと思うよ。なんか他に覚えてないんとかね、そういうの聞いてあげてね、まあすごく楽しいコミュニケーションになると思うし、他の人たちもね、スピリチュアルが好きな人ね、うっところの息子がなんかこんなん言うとったよってスピリチュアルが好きな人に喋ってあげたら絶対喜ぶでしょね、絶対喜んでくれるからね、そういう風な、ね、楽しみをいっぱい作っていって、世の中をね、もっとこうほら、このまあ息子さんの親としてね、このスピリチュアル大好きね、もっともっと信じていいんだっていう人たちのを増やしていく、そういうねお手伝いもこう質問された方がしていってあげてほしいんやんか。そういうね、一つこうなんか自分の役割かなって思って、うっところの息子な、なんか天使の生まれ変わりでって、そういう風の話をいっぱい広めていってあげてね、ぜひそういう風にやってあげてくださいね。今回は以上です。今回のお話がすごく面白かったよ、ためになったよ、そうやって言ってくれる方がもしいてるんやったら、ぜひチャンネル登録してください。これからもこういう楽しいお話たくさんするんで、楽しみにしておいてください。それといいねと、スーパーサンクスでの応援もどうぞよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございます。皆さんの素晴らしい未来をいつも応援しています。